さあハンマースローですが離れません。涼しい顔でサイドヘッドロック、万力のような力で佐藤ひかるのこの顔面そして頭部を締め上げています。地味ですけど結構これ強烈な感じですよね。頬骨のあたりの、ね、かなり、ね、嫌なとこ絞ってますよね、はい、いわゆる本当基本に忠実なヘッドロックです。なんとか離していきました、まさにダンプカーのようなショルダーブロック、耐えることすらできませんでした。さあ立ち上がってくるところに再びスアマが土手っ腹にガットショット連発で打っていきます。あブートをかわしてローキック、ミドルキック速い。これね今ね下手にやっぱガードすると腕も危ないですからね、効果的にねミドルが今ね2発3発と決まりますからね、はい、あれはちょっと連続して打っていっても面白いかもしれませんね。重いスワボンをレングメアからサッカーボールカバーに行く、おお、キックアウトすらしませんよ。あうわちょっと怒りましたね、サッカーボールからフォール、ああダブルのチョップです。うん、メガスをしていない普通のリングシューズでこれは痛いですね、ドスンというものすごい音がしました。まあでも当然スワマと戦う以上はこうなることは佐藤ひかる選手も想定してるでしょうね、はい、そうですね、もうその覚悟でもちろんリングに上がってきてるでしょうからね、ここから踏ん張らなきゃいけないですよね、うん、こうなることは分かってたわけですからね、むしろこんなスワマ選手ともっとやり合いたいという、はい、気持ちがあるかもしれません。さあ動きが止まってしまいました佐藤ひかる、それに対して終わりかと言わんばかりに屈辱的な蹴りを打ち込んでいきますスワマ、こっちの息まで詰まりそうですよね。ちょっとなかなかね流れを持ってこれないですね。手数はねどうしても佐藤光が多くしなければいけないんでしょうけどもね、はい、ただ一発受ける時のダメージの、ね、大きさがこのね動きをね妨げる要因になってますよね、はい、立ち上がることができません佐藤光。さあこのまま体固めカウント2、危ない危ない、いやまだね諏訪正選手はそれほど汗もかいていませんね、はい、本当もう殴る蹴るだけで試合を進めているような感じですね、はい、ブレンバスター、これは耐えていく、さあ投げ返すのかそれとも何かを狙っているのか佐藤光、さあ掴み返していくぞ、おおっこれはよく投げましたね、ミッションではなく投げ返しましたよ、はい、そこで返したのは大きいですよね、さあここから打撃ですよ、さあコンビネーションパンチからのミドルキック対角線に振っていく、さあ体ごとぶつかっていきました、そして得意の水車落とし、いやよくね持ち上げてますよね、先ほどのブレンバスターもそうですけど、はい、重いはずですよ、はい、さあ10分が経過した諏訪間対佐藤ひかるのシングルマッチ、地元この岡山で佐藤ひかる諏訪間戦燃えています。バックドロップローキック、もう一発ミドルは掴まれてアンクル、ここでアンクル、これは厳しい、おお切り返した、逆にお返し、いやでも大きい足ですね、そうですね、このね膝から下もね長いので絞るの大変ですよね、はい、なかなか、先ほどトライしたバックドロップを今度は決めていきました、片指固めカウント2、さあ上に乗っていくぞ、さあ腕重視、足も取って足取り腕重視ですね、さあやはりさおお、ああ危ない危ない、うわ足長い、はい、かかとですよね、危ないですね、しかも的確にあのこのこめかみの部分にね、
かかとを落としていきました。エルボー、さあ捕まってアバランシュホールド、カウンター2。スアマのこの重い一撃一撃が佐藤光の意識を奪っていきます。これはもう絶対に食らっちゃいけないですね。ラストライド狙ってますよね。ですね、ラストライドまで行くのか、それともパワーボムなのか。ラリアットかわしてハイキック、あーラリアットがカウンター。危ない、危ないですね。これは終わりだ。おー、返した。よく返しましたね。今ちょっとねピクリとも動かなかったんで、はい、ただこれピンチは続きますよ。そしてスワマの、さあ行くぞ。これがスワマのラストライダー。食らってしまいましたね。大の字で佐藤光カウント3を引きました。これはもう最後は仕方ないですね。どうでしょう、これをまあラストライドを出させたのか、それとも、はい、まあ、スワマが佐藤光に対してまあ腹向きをしたのか、うん、まあね、あの直前のラリアットで決まってもおかしくなかったので、よく返しましたからね。その辺も踏まえて最後はね極上のフィニッシュといったところじゃないですかね。極上のスワマを体感しましたね。そうですね、今ねまだ起き上がれないですけど、そこまで、ね、引き出したといいますか、よく戦ったと思いますね、はい。